14頭のゲートインが終わりますスタートしました揃っていますディープボンドいいスタートいいダッシュ押しています押していますしかしそのうちから11番のアフリカンゴールド 1主張します一馬身のリードを取ってディープボンドは2番手の位置そしてジャスティン・パレスは3番手そして外からスッと白2位がポジションを上げていきましたその直後に1番のボルドグフーシュ今日は早め外は7番のブレイクアップがいっています直後ですがやや外め8番のアイアン・バローズが追走ですそしてその後に2番のユーキャン・スマイル内首差で4番のサンレーポケットその後方から14番アケルナル・サーがいて内は差がなく9番のゼーゲンが追走各馬これから34コーナーの中間地点へとかかりますその後 後にメロディーレーン後方から3投目あとは愛知6番のノーチカルチャートが続いております一番後ろから運ぶのが5番の名勝天元ですさあ各馬が3,4コーナー中間これから4コーナーですさあ11番のアフリカンゴールドが先手を奪ってさあペースを刻みます2番手の位置に13番のディープボンドで1周目正面スタンド前ですそして外から白い馬体のシロニー 3番手から2番手そのうちに貯めている3番のジャスティン・パレスが現在4番手そしてボルドグフーシュはこの人気2頭を前に見る形そしてブレイクアップがいっております。 さらにその外からはアイアンバローズサンレーポケットそしてユーキャンスマイルがその外目中段の外目内輪9番のゼーゲンが続いて14番がアケルナルスター2馬身から3馬身開いて6番ノーチカルチャートそして10番のメロディーレーン一番後ろから運んでいる5番の名称天元ですさあ各馬が1コーナーをカーブしていきます1コーナーカーブし終えて2コーナー11番のアフリカンゴールドがラップを刻んでリードは現在2馬身ですそして2番手の位置ディーブボンドがつけています 3番手の位置、外は12番のシロニーそして、内首差で3番のジャスティン・パレスが続いております直後、7番のブレイクアップですさらにその直後ですがボルドグフーシュはコ位そして、内差がなく4番のサンレーポケットが並んでいます少しグ群が開きましたアイアンバローズそして9番のゼーゲンと並んでその2馬身後方に2番のユーキャンスマイルその後方ですが6番 ノーーチチカルチャート外は14番、開けるなナルサート続いてその後はさらにバグン開いて10番のメロディーレーン後方から2投目そして1番後ろ5番の名将天元がつけましてさあ3コーナーカーブ。 徐々にペースが上がりますが残り800を通過突き放した11番のアフリカンゴールのリードは現在3馬身ですがディープボンド詰めていきましたディープボンド詰めていきましたずれて上がっていったジャスティン・パレスそして外からはボルドグフ刺シが前に接近してくるそして間をつけてて12番のシロニー食い下がっている外、幕陵に上がっていった8番のアイアンバローズださあ第4コーナーカーブゴール前固まってきそうだ直線構成を向かってまいりましたアフリカンゴールドが先頭粘っている アフリカンゴールドディープボンドそして内からはジャスティンパレス内からジャスティンパレス外から来た来た1番のボルドグフーシュさあボルドグフーシュが伸びてきた残り200を通過したしかしアフリカンゴールド粘る粘るしかし内から3番のジャスティンパレスが抜けたジャスティンパレス先頭2馬身にとリードを取った2番手ボルドグフーシュがジャスティンパレスゴーリンジャスティンパレス迷わず内をついてそのまま最後は突き放していますそして外から伸びたボルドグフーシュ 及ばず2番手、その後3番手争いに固まっております。